ここ何があった部屋？他殺。秘密のお仕事、ルームロンダリング。我々が仕込んだ一人目の人間を入居させ、良きタイミングで退去させることによって、事故物件だった部屋はクリーンな空き部屋へと変身します。お隣さんには怪しまれんなよ。人付き合いが苦手な彼女にはぴったりな仕事のはずだった。バスタブの中で手首切って自殺。俺見えんの？カンゲダレアだでもこれ。だからおっぱいも乗せて。ごめんごめん。お前が死ねばよかったんだよ。隣人との交流はコアットです。未練的なことあって？あのテープをレコード会社に送ってほしいんだよね。女とチューとかしたかったな。タバコ買ってきてくんない？あの。ミコ？ミコ！ミコ！なんかあなたたちに迷惑かけました？僕があの時部屋を訪ねてたら隣の人は死んでなかったのかもしれない。お前にしか見えねえってことはお前しかできねえってことなんだぜ。犯人の顔の特徴教えて。ミコ！ミコちゃん？前はさ、母ちゃんに会いたいか。分けあり物件も自分自身もクリーンにしちゃう。私泣くな、笑え。ルームロンダリング。